ここからは桜美林大学が提供している探究プログラムディスカバーをご紹介します。入学部の森谷義隆さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ディスカバーなんですけども、毎回毎回恒例でこのオンラインオープンキャンパスではディスカバーの紹介させていただいてますが、今日はちょっと特別編でディスカバー健康という財産を守るには表彰式というわけでですね、実際に多くの全国の、ね、高校生の人に探究に挑戦してもらいまして、その成果を提出してもらいました。でそれのですね、優秀だった作品を本日はこの時間の中でね、発表していければというふうに思いますので、見ている皆さんもね、探究って頑張ると、あ、そんな感じのものもできてくんだなっていうのね、見てもらえればいいかなというふうに思います。それでは始めていきましょう。今回はね、健康福祉学群の健康とかね、運動に関わるテーマの探究ということで、健康福祉学群のですね、鈴木先生に来ていただいております。鈴木先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回の、ね、テーマなんかもね、 あと私ね、ディスカバーの恩師でやっていきますので、よろしくお願いいたします。今回のテーマ、ミッション、どんなものに皆さん挑戦していただいたかっていうと、健康という財産を守るために自分ができること、人にできることを考えてね、教えてくださいというわけです。で、対象はね、10代から50歳ぐらいの人で考えてみてくださいねというので、皆さんに探求してもらいました。もしかしたら今聞いてくださっている中にもね、応募してくれた人もいて、今ね、結果はどうなるんだろうとドキドキしている方もいるかと思いますがですね、今日は初めてね、ディスカバーとかを知る探求とかね、あんまりね、馴染みがないよっていう人もね、いるかもしれないので、そのあたりにも触れながらやっていきます。今日この後ね、提出物の中から優秀だった4点、ぜひ皆さんにね、見てほしい4点紹介していきますので、よろしくお願いします。まずちょっとだけ探究の紹介させてください。ディスカバーっていうのは中高生に探究っていうのを届けてます。探究って何ですかっていうと、学び方が変わるって言われてますよ。今までの正解を教わったりね、知識を覚えるみたいな学び方から、自分で課題を見つけてそれを解決する方法を考えていきましょうみたいな学び方に変わるというふうに言われています。で、探究のプロセスというのがあって、課題を設定して情報収集して整理分析してまとめ表現していきます。今日は皆さんのそんなまとめ表現が、もう 1,2,3 に関しては各自でやっていただいて、そのまとめ表現がこちらね、提出していただきました。だいたい今から2週間ぐらい前かな、までを締め切りにですね、提出していただいて、それを先ほど紹介した鈴木先生にですね、大学の先生という目線でですね、見てもらって評価してもらってますので、そんな中で皆さんに紹介する優秀なものを紹介していきたいと思いますというわけです。で、なんで探究を大学がやってるんですかっていうと、大学も探究する受験生を求めていますというところで、先ほどね、樋口さんのね、お話もありましたけども、入試、入学決める形ですね、一般入試からですね、どん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 学校推薦型だったり総合型選抜で合格を決める方が増えていっています。はい、でこれはね、大学の合格者の割合っていうのもどん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 ね、上の方式が今増えていっております。そんな中で見られるのは何なんですかって言ったら、部活動の成果だったりとか学外での活動の成果だったりするわけですけども、その中で一つ見られているものが皆さんの探究の成果です。なんでね、探究の成果で皆さん合格合否とか決められるんですかっていうと、実は大学に入学してからの学びはすごく探究的なので、高校時代とかに探究でしっかり成果を残してくれていれば、大学に入ってからもね、きっとそんな人たちは継続して学んで成長していってくれるんだろうなっていうのが分かるので、探究というのでね、皆さんね、合否が決まったりもしている、受験の中でね、見られたりもしてますよっていうので、探究をディスカバではお届けしております。こちらもね、桜美林大学では探究入試、皆さんの探究の成果でね、合否を決めるっていう探究入試スパイラルなんていうのもやってますのでね、ここでも簡単に紹介させていただきます。はい、そしてこのディスカバのプログラムの中では、今回みたいな形で皆さんに作品、皆さんの探究を応募してもらって、それを先生に評価してもらって、それが優秀だと判定されたら、総合型選抜の中でですね、探究入試の中でですね、一次試験が免除になる、認定証というのを発行しているプログラムもあります。実はこの今日今から発表するプログラムも認定証が発行されるプログラムなので、今回ので優秀な成績を収めた方はですね、こちら認定証の対象として、受験の時にですね、一部の試験が免除になりますというわけです。じゃあ改めまして、ここからはどんなことを皆さん探求してもらったのかなっていうのを改めて紹介していければと思うんですけども、今回のミッションは健康という財産を守るために自分ができること、人にできることを教えてくださいというわけでございますが、健康という財産というのがありました。ここからは先生にもちょっとお伺いしていきたいと思うんですけども、健康という財産というのがありましたけども、健康が財産ってどういうことなのかお伺いしてもいいですか？
はい、ではですね、スライドは映し出されていると思いますけども、まあ、例えばですよ、はい、皆様が2億円の財産を持ってますという話ですね、はい、それをですね年 3% の配当利益を得ることができるということになると、はい、配当金として600万円をもらえることが可能ですよね、はいはい、そうですね、はい、計算するとそうなりますね、はいはい、で皆さんね働き出しますと、はい、大体まあ年収、まあ、いろんな年収ありますけども、まあ、年収600万円いただけますよっていう人であるのであれば、はい、逆の計算をすれば、まあ、おそらく2億円ぐらいの財産価値のある人物であろうというふうなことが考えられるわけなんですね、はい、なるほどなるほど、まあ、年収600万円を生み出す人の体、はい、毎年それを生み出していく人の体には大体2億円ぐらいの価値があるって言ってもいいんじゃないかなということですよね。はい、わ、はいはい、かりました。でもこれあれ、これ必ずそういうわけじゃないっていうことですよね。そうですね。まあ、やはり条件としましては、まあ、長く健康に働き続けることができればという話にはなります。はい。なんでこういった感じで、まあ、毎年のね、まあ、ご自身も将来就職したらそうですし、あとは今保護者の方とかもそうかもしれないんですけども、方々がこう利益年収とかを得ていくためにはやっぱり健康じゃなきゃいけないっていうことですよね。他にも健康じゃなきゃいけないことっていうのがあって、このあたりってことなんですけども、はい、これはどういったことでしょうか。そうですね、例えば本日さん、はい、好きな食べ物は。僕はお肉が好きなんで焼肉とか好きですね。焼肉を食べるために必要なものは何だと思いますか。そうですね、僕結構もう最近年取ってきたんで、タレよりはやっぱり塩とかのがいいかなと思う。塩とかで食べる。あ、そうですね、はい、塩美味しいですね。塩美味しいですね。でも食べるために塩よりも歯が重要じゃないですか。あ、そもそもということですね、はいはい、塩があっても歯がないと食べられない、はい、あ、確かにそうですね、はいはいはい、なるほど。また美味しいものを食べるの好きですよね。あ、好きです好きです。いろんなところに行きたいと思いませんか、はい、そのためには、まあ、車がありますけども、はい、やはり足、はい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 、歩くということは重要になってきますよね、はいはい、でまた今ちょっと絵がありますけども、はい、これどこか分かりますか。これ真ん中ですか、はい、あれじゃないですか、アンコールワットじゃないですか。そうですね、アンコールワット。私、はい、行ったことあるんですけども、はい、そこに行くためには、はい、まあ、結構秘境ですもんね。あ、そうなんですね、はい、まあ、はい、そのためにはやっぱり健康で歩き続けることができる。また海外となると食べ物も違いますし、はい、胃腸の健康も大切ですし、はい、まあ、そのような形で健康であるといったことによって、はい、いろんなことが実はすることができるようになるということなんですね。なるほど、まあ、そういった意味でもやっぱりまあ、仕事していく上でも重要だし、遊んだりする上でも重要ということですね、はい、で皆さんには今回じゃ何してもらったのかっていうと、じゃあその健康ですね、そんだけ重要な健康を守るために、まあ、どんなことできますか。自分に対してでもいいですし、他の人に対してでもいいので、どんなことできるかっていうのを考えてもらって、レポートにまとめてもらったというわけですね、はい、で今回まあ、条件がありまして、レポート2枚ですね、2枚以内でお願いしますって言って、まあ、見ている高校生の人たちレポート2枚書くっていうとすげえ大変って思うかもしれないんですけど、これってどれ結構量的には多い方なんですかね。大変だと思います。逆に情報が今たくさん得ることができる世の中なので、はい、その情報をさらにその2枚にまとめ上げるっていうのは逆に難しいのかなというふうには思ってますね。あ、なるほど、はい、じゃあなんか手着手するまではなんかレポート2枚も書けないよって思うかもしれないですけど、始めてみると逆にこんなにいっぱいあるものいろいろ調べたけど、どれを書いたらいいんだろうみたいな、結構大変ということですね、はいはい、なんでそういったところも、まあ、うまくまとめてくれた方々のものなのかなと思うんですけど、あともう一個思うのは、今情報いっぱい得られますってありましたけども、例えば今健康状態が何か病気の人とか、じゃその人健康になるためにとかって、もう検索で Google で何々、健康的な生活とか入れたらもう答えが出てきちゃうわけじゃないですか、はい、でみんなじゃあその健康的な生活だと、まあ、健康を維持するためにはなんですか、スポーツとか入れたら出てくるわけじゃないですか。でも答えがもう分かっちゃってる中で、今回そのレポートのどんなところでこう評価されたとか差がついたりとかっていうのがあるんですかね。そうですね、情報はたくさん得ることができるんですけども、そのネットに載ってる情報が本当に正しいものなのかどうか、そこはやはり、はい、検証していく必要があると思います。まあ、正直ネットの情報たまにですけども、あまり正しくない情報もあります、うん、でその中でやはり正しい情報は何かという話になりますと、やはり論文であったりとか本であったりとか、そういった形で発行する発表することに対して責任がある、機関だったりとかといったところから出ているもの、そういったものをしっかりとして引用しているものに対して評価をつけております。なるほど、じゃあまあちゃんと
それが本当なのかなっていうのも、あの信憑性があるのかなっていうのも見れているかどうか、あとはあれですね、今回レポートということで、あの今回のこの後紹介させていく中には割愛させていただいたんですけども、皆さんにはこうなんですか、出典、あの、はい、どこ何を参考にしたのかっていうのも提出していただいているので、そういったものがしっかりと書かれているか、あのっていうのもポイントになっているということなんですかね、はい、ありがとうございます。じゃあこの後早速ですね、お待たせしました、実際に皆さんに、ね、見てほしいものだったりとか優秀だったものを紹介していきたいと思います、今回紹介するのはグランプリ1点、準グランプリ2点、そして、ぜひぜひ紹介したいなってものの1点を紹介させていただきます。で、先ほど認定証の対象プログラムというふうにありましたが、今回認定証が発行されるのはこの中で優秀だったものということで、グランプリとそして準グランプリの2点ですね、この計3点のね、皆さん選ばれた皆さんには、認定証が発行されますので、この認定証を後日お送りさせていただきますのでお待ちください。はい、それでは早速順番に紹介していきましょう。まあ、4点ありますのでね、紹介していきたいと思うんですけども、最初は紹介したいのところでございます、こちらです。実際にね、提出されたレポート一部ね、名前とか削除、消させていただいて表彰、見せていければなと思ってますが、こちらテーマはですね、良好な人間関係を構築することが健康という財産を守る第一歩であるというところで考えてくれました。で、こちら実際に提出されたレポートなんですけども、この方は実はですね、このプログラム昨年の夏にも先生にご協力いただいて実施いたしました。で、そこに来てくれてですね、良好な、ね、人間関係を構築するのは健康という、ね、財産を守る第一歩だよって話を発表したら、先生からじゃあそれ本当にそうなのかなっていうのを試してみたらいいんじゃないっていうの でまた今年ですね、一年越しにですね、応募してくれたっていうところなんですけども、先生こちらどんなところを評価されましたか？そうですね、まずはですね、この調べてみると良いと思いますという私の意見を聞いてもらって、実際に調べてみた、これが本当にすごいと思いますね、うん、行動するっていうことが一番大切なことですので、この点を私は評価いたしました。なるほど、言われてもなかなかね、そうですねと言ってなかなかやらなかったりしますもんね。で、この次のページ表示しちゃっていいですかね。お願いします。実際に調べた内容が載ってるんですけども、こちらいかがですか先生。そうですね、本当に素晴らしいのが、10代から50代まで本当に幅広い人にインタビューをされていると、はい、なかなか、10代の方が40代50代の方にインタビューするのって難しいと思うんですよね。そうですね、はい、それをしっかりとこういう形でインタビューしてまとめ上げてきたっていうのは本当に素晴らしいなと思っております。ありがとうございます、まあ、こんなね、こんな素敵なコミュニティに所属しているっていうのもやっぱりこの方が健康でいられる一つのあれかもしれないですよね。そうですね、やはりこの環境というのは本当に重要な因子の一つで、ここにいられるといったのは本当に大切なことで、将来ね、こういったコミュニティをこの方が作られてくださるといいかなというふうに思ってますね。はい、ありがとうございます。この、ね、1年越しで応募してくれて、ぜひぜひね、紹介できればということで1件目紹介させていただきました。ではここからですね、次々いきたいと思います。続いては準グランプリ1点目を紹介させていただきます。今回準グランプリに選ばせていただいた1点目テーマはこちらでございます。聞こえから心と体の健康を守るというわけでございます。では中身、紹介していきましょう。こちらなんですけども、こちらはですね、おじいさんが、声がちょっと遠くなってしまったよっていうところで、それをですね、まあ、高齢者の方のね、耳の聞こえのね、問題とかのところを問題点、初めにのね、きっかけとして考えてくれていますが、先生こちらのポイントはどんなところでしょうか？そうですね、この作品の場合はですね、最終的に聞こえは高齢者だけの問題なのだろうか、早く気づいて進行を止めることはできないのかと考えるようになった。ので自分の経験からそれに対する対処方法だけではなくて、さらにどんな問題が存在しているのかといったことを調べ上げて、どのようなことをすべきかといったことを、客観的なデータを用いて、提唱してくれているのが評価の対象となっております。はい、ありがとうございます。これちなみに今ちょっと修正して消させていただいてますが、この新聞の記事もね、この方が投稿されている新聞なんですよね。そうですね、はい、はい、なんでね、普段からまあもしかしたらそのおじいさんのこととかで気になっていたことっていうのを今回このきっかけでね、探求してくれてまとめてくれたのかな。しかもこの2枚というところも本当にきっちり綺麗にまとめてくださってますよね。はい、で情報なんかもしっかりとグラフなんかも入れながらですね、まとめてくれておりました。こちら今回準グランプリ1点目に選ばせていただきました。おめでとうございます。はい、続いていきましょう。続いて準グランプリの2点目を紹介していきたいと思います。準グランプリ2点目テーマこちらです。
学校現場での健康を守るというところで、ここはもうかなり身近な人たち、自分たちの健康というところなんですかね、に注目してくれました。じゃあ紹介していきましょう。こちらです。学校現場での健康を守るというところでですね、こちらはですね、まあ、地球温暖化が進行する中で学校現場での熱中症も増加傾向にある。熱中症のニュースもね、最近やっぱり夏が近づいてきて聞くようになりましたよね。でその中で、まあ、屋外はちょっとしょうがないけども、あの体育館ですね、室内である屋内である体育館での、まあ、体育とかね、さまざまな場面で何かこう守るためにできないかっていうのを考えてくれたというところなんですけども、先生こちらどんなところがポイントでしょうか。そうですね、まずは、実際にこの体育館のエアコンの設置率を、はい、公的な機関の情報を得て調べていること、かなりすごいと思いました。うんうんうん、そして次に解決策なんですが、はい、まあ、よくあるのがエアコンがないからエアコンをつけてくださいという陳情書だけで終わってしまうことが多いんですけども、はい、それだけではなくて、まあ、実際に、まあ、お金が、まあ、かかりますが、エアコンをつけるよりは お金がかからない方法で熱中症を予防する方法っていうのをしっかりと金額も書いて、はい、提唱してくれているのが評価の対象となっております。はい、ありがとうございます。この、ね、試算表のところなんかもありますが、これ具体的にはあれですよね、冷凍庫を入れましょうと。冷凍庫をあの学校にまず入れて、あとはそこでこうキンキンに冷やした水とか、はい、氷とか作ったのを、その水とか、あとは何ですか、スポーツドリンクなんかを氷にして、それを扇風機の前に置くんですかね。そのようにこの作品では、はい、提案してますね。はいはい、でそうすると、まあエアコンはなかなか設置するの大変だけど、疑似エアコン的な形で、まあ、涼しいというところですね、考えてくれているというわけで、まあ、それじゃあ実際にどれぐらいお金がかかるんですかねっていうところとか、あとは調べてくれた中で、実際にエアコンつけるとどれぐらいかかるんですかねっていうので比較しながら、まあ、これなら、まあ、実際そのこのどれぐらいの金額ならできるかどうかっていうのはちょっと難しいところかもしれませんけども、実際にエアコンつけるよりは安くできますよねっていう形で試算してくれてるっていうことですね。ありがとうございます。はい、他にも何か気になった点とかありますかね。そうですね、まあ、2ページ目の最初のところに書いてるんですけども、はい、また通常の氷で行えば溶けてしまった後にそれを捨ててしまうが、飲料水やスポーツドリンクを設置することにより溶けた後にも生徒の役に立つという点にある。かなり循環が、なるほどなるほど、なるほど、溶けてしまったらそれを捨てちゃうんじゃなくてまた飲みましょうと、はい、そういったところでも熱中症の予防になるよと。すごいアイデアですね。はい、はい、素晴らしいですね。はい、というわけでこんな形でね、探究の成果まとめてくださいました。ありがとうございます。こちら準グランプリ2点目です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあいよいよですね、まあ、この2点っていうのもすごかったなというふうに思うんですけども、これを抑えて今回グランプリというところですね、紹介していきたいと思います。今回グランプリにですね、選ばせていただきましたのはこちらでございます。こちらじゃんと、健康という財産を守るにはというところで、問題提起のところから始まっています。コロナウイルスの蔓延や ICT 端末の利用促進に伴い、中高生の運動不足が問題視されるようになりましたというわけですね。なんで、まあ自分たち中高生にね、目を向けて、その中での運動不足というところをテーマに考えてくれていますが、こちらポイントはどんなところになりますでしょうか。そうですね、中高生ということを考えてみると、ただ単に健康だけではなくて、学業と両立して行える効率の良い運動を習慣づける必要があると考えたといった形で、はい、勉強を一緒に考えてくださっているのが面白いなっていうふうにまず思いましたね。うんうんうん、確かにそうですね。はい、そして具体的にはそのどんな形の勉強法になるんですかね。そうですね、これ実は私も、この名前はこの課題をいただいて発見したんですけども、はい、シンクロマッスル学習という全く新しいシンクロマッスル学習というこれはあれですね、はい、実際にいたの多分この方もこの今回の探究の中で知ったのかもしれませんが、はい、実際にこう研究とかがされていて、はい、効果があるんじゃないかって言われている学習法ってことですよね。はい、その学習法を調べ上げて、はい、それを実施する、まあ、結果的には実施はできていないのですが、はい、それを実施するためのパイロットスタディといって、はい、一体どういう問題点があるのかというのを事前に自分たちで試してみてそれを実行しようとした点、はい、そこが本当に素晴らしい点だなというふうに思っております。あ、なるほどなるほど。これをじゃあ一般的にみんなの学校に入れてねっていうのは、まあ、なかなかその実現難しいんですけども、そうじゃなくてちっちゃい範囲でってことですよね。はい、まあ、自分でやられたのかちょっとあれですけども、まあ、その自分たちの中で実際にこの間のあれですね、ちょうど真ん中のところで区切れてるんですけど、真ん中の下あたりのあたりかな、はい、実際にやってみましたっていうところで、
授業の中でアップルウォッチをつけながらですね、消費カロリーとかを測ってみたってことですね、はい、で実際にこの右の上の図がその図になっていて、その下あたりを見ていくと、カロリーのね、消費カロリーの差が出てきたみたいなのが分かっているというわけですね、はいはいはい、すごい。そこが何かこのポイントというか気になった点あったりしますか？気になった点というか、はい、もうこれ本当に研究者が研究するプロセスなんですよね、はいはい、仮説を立てて、はい、でその仮説でいきなり実験をするのではなくて、はい、パイロットスタディという小さいスタディをやってみて、それが本当に検証し得る内容かどうか、はい、でそれを本当にやっているというのが大きな、はい、評価の点になりますね。そうですね、素晴らしいですね、はい。実際やっぱりやってみる、先ほども最初にもちょっと話出てましたけども、なんすか、こう効果がありそうなことはネットで調べればすぐに出てきますけども、やっぱそこをやってみるかどうかっていうのも一つ差があったりっていうことなんですかね。そうですね、はい、あと残念ながらこの、ここまでいくとすごいなというと、ちょっとすいません消えてしまいましたね。すごいなというところ、残念ながらまだ編集は来てませんってありますが、実際にですね、教育委員会の方に問い合わせフォームにもこんなのやったら、はい、いいんじゃないですかっていうところで働きかけられているっていうのもすごいですね。はい、すごいと思います。はい、ありがとうございます。というわけで今回はですね、今回のこのプログラム、グランプリとしてはですね、こちらの作品を選ばせていただきました。グランプリおめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあこちらですね、今グランプリ、準グランプリ、そしてね、ぜひぜひ紹介したいっていうのを紹介させていただいたんですけども、先生まとめてみて今回の作品なんかを見てみて、なんかいかがでしたか、コメントとか。そうですね、いただいた作品を拝見させていただいて、皆さん本当に、自分が今抱えている問題であったりとか、自分が不思議だなっていうふうに思っている内容に対していろいろ調べてくださってて、とても素晴らしいなと思いました。まずはその自分が不思議だなっていうふうに思ったことに対して、それを不思議だっていうふうに思うことが多分一番大切だと思うんですね。でそれにまず着手できてるっていう点が素晴らしいなっていう点ですね。でもう一点はそれに対して何か行動を起こしたっていう点、これを2枚にまとめて提出するっていうのはかなりの労力があったと思います。でそれをわだわだしてくださったっていう、ね、それをするっていう意思、そこは本当にすごいなというふうに感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、まだそのこのレポートにはまとめて出してくれましたけども、実際にはそれ試しましたかどうかっていうところでは試してなかった方もいたみたいですけども、それはまたね来年お待ちしておりますということですかね。そうですね、はい、またねぜひぜひこのプログラム継続してやっていければと思いますので、ぜひぜひ挑戦いただければというふうに思います。先生改めましてありがとうございました。じゃあ最後になりますがですね、少し夏休みが近いというところで、こういった今は探究の特に、自分でね一通りのプロセスを回している方々の紹介というところでやらせてもらいましたがですね、探究に対戦探究に挑戦できるプログラムもですね、この夏休みにいろいろ用意してますよっていうのを紹介させていただきます。例えばディスカバではオンラインですね、ズームを使ってですとか、あとは実際に来場型というところで、ズームでは早いものでは最短3時間ぐらいですね、3時間ぐらいのプログラムから実際にさまざまなジャンルの大学の学びを体験してもらって、その中で探究というのを体験してもらってですね、最後ね簡単に発表してもらうようなプログラムをやっております。でこちらに参加いただくと参加したよっていうのを証明する終了証というものもお渡ししていて、この終了証ですね、総合型選抜とかの際にですね、大学の授業に参加したことありますよっていうので、ディスカバの終了証を証明にしてね出していただくことできますので、先ほどね樋口さんもおっしゃってましたが、ぜひぜひラストスパートというところでね、この夏休みにディスカバのプログラムに来ていただいたりとか、あと興味があるジャンルがあればね、大学の学びを先取りしてちょっと体験してみてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。あとはもう少し長いプログラムですけども、丸1日のプログラムとかでね、学校で実際にね探究に挑戦する、リアルで学校に来てもらって探究に挑戦するプログラムもあります。ちなみにこの一番下のところ、8月の24日ですね、今回の鈴木先生にですね、こちらもご協力いただくですね、健康科学の世界ですね、健康に関するですね、実際に皆さん学校に来ていただいて、あれですよね、それぞれの人のなんですか、スポーツテストみたいな形ですかね。そうするとハードル上がっちゃうんで、はいはい、身体テストですね。身体能力テストですね。身体能力テスト、簡単なテストをですね、いくつかやってもらって、でそれをベースにですね、探究して、自分の体をねちょっと測ってみましょうよっていうのプログラムを用意してます。
こちら実はもう大人気でですね、今募集してるんですけども、もう残りさっき見たら数席しかなかったので、あのこちら無料でお越しいただけるので、興味がある人は早めにこちらお申し込みお願いしますというところです。あとはもうちょっと別のプログラムを紹介していくと、あのアワードね、先ほどのこのプログラムのように、アワードというね、参加すると最後にですね、修了賞とか認定賞が受け取れるプログラムも、あの優秀者には認定賞が発行されるプログラムもあります。今まだ募集しているのだと、まあ、一部のね、あのキャンプというもの、まあ、数日間ねかけてみんなで探求してみて、最後に先生の前でプレゼンしてみましょうよっていうプログラムもあったりしますし、あとはね、一日のプログラムでもね、この認定証の、ね、対象のプログラムになっているものもありますので、こちらもね、興味がある方はぜひぜひ早めにお申し込みをいただければというふうに思います。結構毎回オープンキャンパスの前後でたくさん申し込みいただけたりするのでですね、今日もね、あのオープンキャンパスの後でですね、もしかしたら一気にあの申し込みが来て埋まってしまうなんていうのもあるかもしれませんので、お考えの方は早めにお申し込みいただければと思います。そしてですね、あのディスカバー来ていただくとどんな感じでやってるんですかっていうと、あの大学生の、ね、スタッフ、メンターっていうスタッフがいるんですけど、この愉快な、ね、大学生のスタッフたちと一緒にですね、探求してもらいますので、あのこれ大学生のスタッフたちがやってるね、 SNS、ツイッターとですね、インスタグラムとありますが、これでこのディスカバーの様子なんかも見ていただくことできますので、よければね、ぜひこちらもご覧いただければというふうに思っております。はい、そんな感じで、あと最後ごめんなさい、最後これですね、他にディスカバーのプログラムの中では、先ほどこちらも樋口さんから紹介いただきましたが、進路、皆さんの進路を応援するというもので、課題図書ね、対策、実際にね、あの課題図書、過去の課題図書を読んでみて、想定質問をね、お互いに出し合ってみましょうよみたいな課題図書対策ですとか、あとはね、いろんな書き方の講座だったりとか、あと、面接が近づいてきたら面接対策みたいなので、これも参加者同士でね、面接のね、練習してみましょうみたいなプログラムもやってますので、こちらもぜひぜひディスカバのホームページチェックしていただければと思います。実はこの課題図書対策なんですけども、毎月やってるんですけど、7月はですね、来週開催なんですが、もう席が満員御礼で埋まってしまいましたので、8月、次は8月かな、なんで、あの8月に向けて1ヶ月ぐらいあるので、実際に本読んでいただいて、こちらの、ね、課題図書対策にも来ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。実はね、あの最近読んだ本とかをね、総合型選抜ではね、あの各最近読んだ本なんかを書く欄もありますので、こういったのに挑戦してみてね、そこで読んだ本を最近読んだ本に書いていただくこともできるのかなというふうに思います。こういったプログラム様々用意してディスカバーお待ちしておりますので、ぜひぜひね、皆さんお越しいただければというふうに思います。はい、じゃあ、最後にですね、先生と、まあ、あの今回ね、応募いただいた皆さんですとか、ですね、見ていただいた皆さんにね、お別れして、このディスカバーのパートも終了していければというふうに思います。皆さん、じゃあ改めましてですね、本日はこちらですね、ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。森谷さん、鈴木さん、ありがとうございました。本日の配信プログラムは以上となります。2時間にわたってお送りしてまいりましたオンラインオープンキャンパス、いかがだったでしょうか。前回に引き続き司会を担当しましたが、皆さんにとって有意義な時間になっていると僕も嬉しいです。本日のオープンキャンパスは桜ムービーという学生団体でお送りしました。こちらが桜ムービーの皆さんです。次回の配信は8月の5日土曜日です。大学型のオープンキャンパスも各キャンパスで同時に開催しております。本日のオープンキャンパスは以上となります。ありがとうございました。